スーパードラゴンボールヒーローズグランドフィナーレ、ヒーロー14年の思いを込めた激アツカードが盛りだくさん。これはすごい。ドラゴンボールヒーローズからスーパードラゴンボールヒーローズまで、歴代シリーズごとにフィーチャーしたカードがアルティメットレアで登場。キャラクターが大集合した超豪華デザインで、心躍るファン必見のカードだ。君の時間を僕にちょうだい。全開スーパー。10枚のカードを集めて飾りたいぜ。シークレット4種は歴代のアニメをイメージしてデザインされたビジュアルカードとして登場。どんなカードか楽しみだ。さらにメテオミッション、そしてドラゴンボールヒーローズシリーズのラストを飾る激レアなラストシークレットカードも。なんとこのシェンロンと、さらにアルティメットレアとシークレットから1種ずつ、計3種のカードはドラゴンボールスーパーダイバーズでも使うことができる。これは欲しい。君のメテオミッション。魔の侵略者編クライマックス。突如襲来し全てを食い尽くすオゾットに、ついに悟空の怒りが爆発。仲間を傷つけるのだけは許さねえ。全身全霊でオゾットをぶっ倒せ。最大7枚、君だけのドリームチームを組んで戦え。出発するぞ。私を倒せますかね。画面とカードが連動、戦略を練って攻撃を仕掛けろ。チャージインパクトに勝利して大ダメージを与えよう。何が神の力、その力は私にこそふさわしいのだ。わざった。激震の最終決戦、魔の侵略者編白銀のメテオ。さあ新しい宇宙の幕開けだ。歴戦の強者たち、スーパードラゴンボールヒーローズ編。スーパードラゴンボールヒーローズで立ちはだかってきた歴代の強敵たちが続々と登場。時の力の真髄を見せてやる。僕は帰る。僕が新しい宇宙を作るさ。どうなっても知らないから。おりゃ、おめえは俺がぶっ壊す。ここからは私の時間です。消えてもらう。激戦が再び幕を開ける。楽しんで。レジェンドシークレットコレクション、スーパードラゴンボールヒーローズエディション。歴代のスーパードラゴンボールヒーローズシリーズの中から大人気のシークレットカードが銀色に輝く特別な豪華仕様で再登場。最強カードが目白押し。この特別なカードを手に入れて強敵たちに立ち向かおう。敵が先行だ。これでおしまいだ。よっしゃ、いいもんやぞ。やめ。メテオミッション6段のカードは全89種。大人気ドラマティックアートカードもあるぞ。カリスマに挑め。3人のカリスマが超強力なカードで勝負を挑んでくる。敵のデータは取得済みよ。知識も技術も問われる高難易度ミッションで君の集大成を見せてくれ。総合評価 S ランク以上になるとドラゴンボールスーパーダイバーズで使える特別な称号、スーパードラゴンボールヒーローズカリスマプレイヤーをもらえるぞ。超激闘スーパードラゴンボールヒーローズカリスマへの道。オンラインバトルロビーではお題をクリアして称号を集めよう。全国のライバルと戦って称号をコンプリートするとドラゴンボールスーパーダイバーズで使える特別な称号、スーパードラゴンボールヒーローズの戦士がもらえる。メテオミッション6段、お題をクリアして称号集め。
数々の名勝負を繰り広げてきた全国のヒーローたちよ、ありがとう。そして新たな伝説に向けて君の闘志を見せてくれ。スーパードラゴンボールヒーローズメテオミッション6弾、8月29日稼働予定。期間限定経験値ボーナス7倍、さらに7日間限定で経験値ボーナス5倍から13倍の大チャンス、超豪華大盤振る舞いだぜ。遊べば遊ぶほど豪華ボーナスがもらえるプレイボーナスに、アプリゲットルーレットで強力なアプリをゲットしよう。ライバルと差をつけろ、超強化キャンペーン。スーパードラゴンボール7個が必ずもらえる。スーパードラゴンボール7個を集めるとスーパーシェンロンへのお願いでチームボーナスの振り直しができたり、アバターをアルティメットクラスアップ兆しにすることも可能。さらにレベルブーストでアバターレベル40に、超最強戦士の仲間入りだ。なんとヒーローアバターがアルティメットクラスアップ兆し以上になっていると、ドラゴンボールスーパーダイバーズ稼働後にアバタースキンがもらえる。アルティメットクラスアップだと称号武を極めし者もプレゼント。さらにバトルスポーツスタジアムでも段位に応じて称号をゲット。スーパードラゴンボールヒーローズで最強を目指し、ドラゴンボールスーパーダイバーズの報酬を手に入れよう。スーパーダイバーズスタートダッシュ福引券配布キャンペーン。遊ぶたびに福引券を1枚ゲット。ドラゴンボールスーパーダイバーズで豪華ボーナスが当たる福引が回せるぞ。最新情報は公式サイトをチェック。